皆さんこんにちは。はじめまして、僕は福島県に住み、絵を描くことを生業としておりますゴンベスタと申します。どうぞよろしくお願いします。今日は僕が体験した猫にまつわるちょっと不思議な出来事を聞いてください。僕が展覧会でお世話になっている画廊が福島県の浜通り地方、太平洋岸の海沿いですね、いわき市という町にあります。で、僕の住んでいる町からいわき市までは、車で1時間半ぐらい、片道1時間半ぐらいを谷川に沿った山あいの峠道を、昔はねきっと歩って通ったんだろうなっていうような峠道を往復します。で、僕が初めてその画廊で個展を開かせていただいた時なので、今から18年ぐらい前のことになります。で、週末はまあ大体こう展覧会のね会場に詰めていて、見に来てくださるお客様とお話をしたりするんですね。で、その時も確か土曜日で在廊を終えて、で夜の8時過ぎだったと思うんですけど帰路に着いたんです。で、週末だったので、その時間でもまだ車がたくさん走っていました。で、山道にね続くこう分岐点まで来た時に、前を走ってる車の左側の林の中から、小さな動物がひゅっとこう飛び出してくるのが目の隅っこに映ったんですよ。で、あって思ったんですけども、まあ、避けられるような車が多くて状況じゃなくて、前の、まあ、乗用車の前輪にその小さな動物が巻き込まれてしまったんですね。で、下から出てきたのは子猫でした。で、僕の車のヘッドライトの光の中でもう大きくね損傷してしまった体をこうプルプルっと震わせながら、必死で起き上がろうとして、まっすぐに僕の方にこう顔を向けているんですよ。で、あの状況で、まあ、なんであんなにねはっきり見えたのか不思議なんですけども、まあ、僕にはその子猫のね目の奥で消えそうになってる光がこう見えたんです。で、子猫と僕と目が合いました。で、その瞬間に子猫が少し口を開いて、聞こえるはずがねない子猫のね最後の鳴き声が聞こえたんですよ。小さな本当にもう目のね光と同様にこう悲しすぎる小さな鳴き声でした。で、それって本当にほんの数秒間の出来事なんですけど、その後ボクンってこう子猫がね僕の車の下で鈍い音を立てました。嫌な音でした。本当にこう今でも耳に残っている音です。僕も前を走ってた車と同じように子猫を巻き込んでしまったんですね。で、後続車とかもあったし、対向車もたくさん来てたので避けたりその場で停車することもできなくて、ただ通り過ぎてくるしかなかったんです。で、まだね展覧会始まったばっかりで会期も残っていたし、僕は本当にもうね自分で起こしてしまったことなので仕方がないんですけど、とてつもなくねこう重たい気持ちで過ごすことになりました。で、展覧会が終わった後もそのいわき市には仕事だったりいろんな用事があって時々出かけるんですけども、その子猫の場所を通るたびにね、僕子猫にこう必ず話しかけるようになりました。で、車に同乗者がいるときは自分の心の中でこう声をかけて、で誰も乗ってなくて僕一人のときは声に出して子猫に話しかけながらその場所をね通り過ぎるんです。で、まあ、ちょっと前って言っても一昨年のことなんですけども、やっぱりそのいわき市で展覧会があるので、あの家族をね乗せて一緒に展覧会を見に行ったんですよ。で、道中ね車内でまあ止めどなくねたわいない話なんかしながら賑やかに
運転していったので、僕はその場所通るときに子猫にね話をするのを忘れてしまったんですよ。で帰りの時もちょっと違う道通ったりもしてたので、その子猫のところに来るときにそれをちょっと忘れてしまってて、で時間も事故があった時と同じ8時過ぎだったと思うんですけども、街路灯がねだんだん数が少なくなって道が暗くなってって山道に差し掛かった時に、本当にこうプツンっていう感じで、の何の前触れもなく突然にヘッドライトが左右同時にパッと消えてしまったんですよ。で子供たちがねうわって小さく叫ぶぐらいにもう突然真っ暗闇に飲み込まれてしまって、でもう闇が深すぎるのでフォグランプだけではとても山道を走ってくることなんてできないので、もう狭い、ね、道路だったんですけど苦労して U ターンして、まだ空いてるガレージがあるかもしれないからちょっと引き返そうって言って街の方にゆっくりした速度で引き返してきたんです。で当然子猫の場所が近づいてきて、その時初めて、もうねひどい話なんですけど、初めて僕、ああ今日子猫に話するの忘れてたなっていうことに気づいたんですよ。で前にさ話したことねあったと思うんだけど、子猫をね引いちゃったのってこの場所だったんだよねって僕が車の中で話し始めたその瞬間にパパッって消えた時と本当に同じように唐突に車のヘッドライトが両方また光が戻ったんです。でこう鳥肌が立つっていうんじゃないんですけど、こう車の中にね何とも言えないこう複雑な空気が満ちてしまって、で黙り込んでしまったんですけど、うちの子供が子猫がね忘れないでよって合図したんじゃないのって言ってくれて、でそうだよな忘れちゃったもんなって、でその後はね本当に山道走ってきてもヘッドライトが消えることもなかったし、次の日一応念のために車屋さんに行って見てもらったんですけど、バルブには何の異常もなくて、もうその日はね子猫の話しながら、まあ、家まで帰ってきたんですよ。で不思議なんですけど、その18年前に子猫のね巻き込む事故を起こしちゃってから、この今録画してるの絵画教室なんですけども、この教室とか、まあ、自宅とかでやたらとねこう野良猫が集まるようになったんですよ。でその野良猫たちの子猫を保護することがすごく多くなって、でなぜだかね分かんないんですけど、その野良猫がね教室とかその自宅のウッドデッキの下とか縁の下とかで子猫を産んで、まあ子猫を産むのはいいんですけども、お母さん猫が産むと育児放棄してしまっていなくなっちゃうんですよ、子猫を置いて。でまあきっとねそれも僕のその罪を償っていきなさいよっていうことなんだとは思うんですけども、まあ、この話をねしている今、今日は6月の27日の土曜日なんですけども、今この時点でもつい最近子猫もう瀕死の状態だったんですけど、子猫、野良猫の子猫2匹、保護して、で毎日ミルクあげて今やっと元気になって、白猫とね虎猫なんですけどね、本当この場借りてもう里親さん募集したいぐらいに今元気に可愛らしく育ってくれてます。でも保護猫たちにねこうミルクあげるときに、もうミルクちょうだいミルクちょうだいって鳴く鳴き声が、その鳴き声聞くと時のね子猫の顔と最後の鳴き声思い出すんですよね。だから多分これからもずっと僕は多分野良猫と関わってなんか生きていくようなね気がするんです。まあこれで僕の猫のお話はおしまいです。で最後までね耳を傾けていただいてありがとうございました。感謝します。ゴンベサでした。ありがとうございました。